求めている姿として、まず運転がうまくなる車、楽に簡単に楽しく走れるっていうものがあるんですけれども、それはフレキシブルターバーとか保護バーツ同様にエアロもそのように走れるような設計思想を持って設計しています。新型レボグっていうのが量産の状態でもかなり床下の流れの状態がいいものになっています。フロントアンダースポイラーの真ん中のところから積極的にこう空気を走行風取り込んで、はい、結構綺麗に後ろの方流してってるんですね、うん、そうですね、綺麗に吸い込まれてリアから出てくるのが見えますよね。あ、本当だ。レボグとして全体の空力バランスを取るという意味では、こういうふうに量産の空気の流れを使ってあげる、で綺麗に流してあげて前後のバランスをうまく取る、まあ、タイヤへの荷重ですね、それを均等にかけてあげるというものを心がけています。それでは早速ですね、実験の状況を見ていただいて検証を見ていただきたいと思います。それでは柏井君お願いします。お願いします。風速時速50キロ相当の風を流します。時速50キロっていうとそんなでもないかなと思って、うん、結構風やっぱ当たってるんですね。そうですね、まあ、すごくボディに沿った感じにやっぱり流れてくるんですね。あ、これはすごいわ。なんかこうリアのテールのこうなんていうの、ボルテックスでジェネレーターでしたっけ、うん、はい、あれが綺麗に整流して後ろに流してるのよくわかりますね、うん、はい、そうですね。あれってついてなかったらもうちょっと手前で、そうですね、車体に近いところで空気が乱れ始めるのがつくことによってより遠くで、はい、乱れているのが。今回レボーグ用のエアロでなんか苦労したものってある？やっぱりダウンフォース出すぎちゃっていて走安性良くない、応答性がちょっと悪いっていう現象もあって、うんうん、そこの微調整をして今の製品になってるっていう感じですね。つまりまっすぐ走るのはいいけどコーナーリングがちょっと不安定みたいな。そうですね、こうハンドルを切った時にちょっと動きが遅れていたりとか、うん、微小打で全然動かない車になっちゃってるっていうところもあるので、うんうん、そこはしっかりまっすぐ走りやすくて応答性もしっかりいいっていうのを目指してやってますので。なるほどね、結構そういうバランス取るのって難しいでしょ。そうですね、今回のレボーグ特にベース車がすごいよくできているので、うん、それをスポイルしないようなのを心がけてやりました、うん、なるほどなるほど、計算だけじゃなくて何回もねやり直したりっていうのも大事ですからね。そうですね、風洞と実際走ってのフィーリングっていうところで両方やりながらバーツを作ってるって感じですね、うん、なるほど。こうやってね実際空気の流れってなかなか見られないものなんで、はい、スモーク焚いて可視化してみるといやどれだけの効果があるのかなっていうのはよく分かってやっぱ欲しくなるね。こちらからお問い合わせください。